浪川駅は京都府亀岡市大井町土田2丁目にある西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅番号は JRE12、佐賀の線の愛称区間に含まれている。浪川駅鉄道歴史公演奏体式ホーム2面2線を持つ地上駅。2009年11月の亀岡駅までの複線化の完成により分岐器や絶対信号機を持たない。 停留所となった。駅舎は2番乗り場側にあり、反対側の1番乗り場へは古戦橋で連絡している。古戦橋には両ホーム側ともエレベーターが設置されている。亀岡駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅となっている。以前は早朝と深夜は無人駅となったが、現在は終日駅員配置となっている。 愛子か利用可能駅。駅の東西をナミカークリエイティブ地下通路が結んでいる。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。2009年9月に当駅から八木駅までが複線化されるまでは、駅舎側の2番線を上下本線とした一線スルーで通過列車及び行き違いを行わない、停車列車は上下線とも2番線を通っていた。 2019年度の1日平均乗車人員は3257人である。かつては普通列車でも通過する列車があるほど、閑散とした駅であったが、佐賀野線の高速化や亀岡市が京都中心部へのベッドタウン化していくにつれ、利用客数は徐々に増えつつある。1日の平均乗車人員は以下の通りである。並川駅から国道9号線に続く道路。 ありがとうございます。